キングって何なの？仕組みはよくわからないけれども、もうステーキング使ってます。だって銀行に預けておくよりもとっても良い APY で効率的に資産運用ができるから絶対お得ですよねって思われている、そこのあなた、ちゃんとステーキングの仕組み、そしてメリットデメリットを把握してからステーキングを活用しないと後悔します。こんにちは、ゆるふわです。ゆるふわアカデミー開講。本日はステーキングについて、そしてその仕組み、メリットデメリット、そしてステーキングを提供しているプラットフォームのご紹介、どのプラットフォームが一番効率的にご自身が持っている資産を運用できるのかというところまでね、今回完全ガイド版でお届けさせていただきたいと思います。このチャンネルでは仮想通貨のアカデミックな内容、教育の部分、学習の部分について毎週金曜日にゆるふわ仮想通貨アカデミーでお届けをさせていただいております。やはり仮想通貨はとても新しいジャンルのことなので、騙されてしまう方がとても多くいらっしゃいます。なぜ騙されてしまうのかというと、やはりこの学習の部分が空白になっているからなんですね。そう、皆さん騙されないためにもぜひこのゆるふわアカデミーでこの学習のね、空白の部分をちょっとずつでも埋めていっていただければなと思います。 1.75 倍ね、2倍速耳で聞き流すだけでも十分だと思います。この学習の部分の空白を埋めることで、何かおかしな話を聞いた時に、あれ、ゆるふわのところで学んだ内容とちょっと違うぞと言って気づけることが出てくると思います。ぜひあのゆるふわアカデミーね、過去の動画もたくさん配信をさせていただいておりますので、ぜひねそちらの動画もご視聴いただいて、皆さんね騙されないために自分の身は自分で守る、これがベストです。なのでぜひこのゆるふわのね動画をご活用いただいて、少しでもねそういった気持ちになられる方、そういった経験をされる方が少しでも少なくなっていただければなと思います。はい、ゆるふわのチャンネル登録、グッドボタン、高評価ボタン、今のうちにポチポチポチっと押していただけるととっても励みになりますし、このチャンネルの成長にもつながります。ぜひ皆さんご協力よろしくお願いいたします。それではゆるふわアカデミー行きましょう。それではレッツゴー。それではステーキングとは何なのか。ステーキングとは特定の仮想通貨を保有し、ブロックチェーンネットワークにロック、ステークすることで報酬を得られる投資の手法の一つです。特にプルーオブステークアルゴリズムを採用したブロックチェーンで行われます。そう、それでは深掘りをして見ていきましょう。ステーキングで利益が得られる仕組み。プルオブステークアルゴリズムを採用したブロックチェーンネットワーク上でステーキングを行うと、ネットワークの安定化やセキュリティ向上に貢献をします。その対価としてステーキングしている仮想通貨の利回りを得られるのです。そう、この報酬はステーキングリワードと呼ばれ、ステーキングしている仮想通貨で支払われるのが一般的となっています。ステーキングが行えるのはプルーオブステークアルゴリズムを採用したブロックチェーンです。ブロックチェーンって何なのって思われた方、過去のゆるふわアカデミーの動画でブロックチェーン編配信しております。ぜひそちらをチェックしてください。プルーオブステークとはブロックチェーンネットワークのコンセンサスアルゴリズム、参加者間で合意を形成するための仕組みの一種で、ネットワークのセキュリティと整合性を維持するために用いられます。プルーオブステークはビットコインなどで使用されているプルーオブワークアルゴリズムとは異なり、保有している仮想通貨の量や保有期間に基づいてブロックの生成やトランザクションの検証の権利を得られます。簡単に言うと、ステーキングに対応した仮想通貨をより多く保有する、または保有期間の長い方が取引の承認作業を行う権利を得られるアルゴリズムです。
プルオブステークの多くにはメリットがあり、新しいブロックチェーンプロジェクトや既存のプロジェクトに採用されています。それではプルオブステークとプルオブワークの違いについて見ていきましょう。プルオブステークでは報酬の条件が仮想通貨の保有量、期間によって報酬がもらえるとなっており、プルオブワークについての報酬の条件は複雑な数学的問題を最初に解くと報酬がもらえる仕組みとなっています。そして受け取れる報酬に関してはプルオブステークの場合はステーキングの報酬、プルオブワークについてはマイニングの報酬となっています。そしてエネルギーの消費について、プルオブステークではエネルギー効率が高く環境に優しくなっています。エコということですね。そう、プルオブワークについては大量のコンピューター計算機能と電力消費を伴います。セキュリティについて、プルオブステークの場合セキュリティが日々向上していますが、しかしプルオブワークについてはプルオブステークよりも劣っている点があります。このお話からお分かりいただけるように、ステーキングで得られる報酬はビットコインでいうところのマイニング報酬にあたります。どちらの報酬もネットワークへの貢献によって発生しているわけです。それではステーキングのメリットについて、仮想通貨を預けているだけで報酬が得られる。そう、先ほどお話ししたようにネットワークに参加することによってその対価として報酬が得られる点がステーキングの特徴となっています。そう、預けているだけで着実に仮想通貨の数量を増やしていけるため、取引が苦手な方や初心者の方にとっては特に魅力的なのではないでしょうか。保有銘柄の将来的な価値の上昇を期待している方にも、上昇を待っている間に報酬を得られるステーキングはおすすめとなっています。次、利回りの高さ。ステーキングの利回りは仮想通貨ごとには異なりますが、だいたい 2% から10何%となっています。この利回りについてはこの後のステーキングを提供しているプラットフォームのところで詳しくお話をさせていただきます。そして次、ネットワークに参加できる。ステーキングに参加することでブロックチェーンネットワークの安定性やセキュリティに貢献することができます。具体的にはネットワークをサポートし、処理能力やセキュリティ向上につながるといった貢献です。一部のプロジェクトではステーキングにより投票権やガバナンスに参加することができ、投資家やコミュニティのメンバーとの信頼を築けることもあったりするんですよ。それではステーキングのデメリットについて、一定期間資産がロックされてしまう。ステーキングによってはロック期間が設けられている場合が多くあります。これらのステーキングに参加すると仮想通貨を特定のウォレットやプラットフォームに預けていることになるため、一定期間取り出すことができなくなっています。ロックされている期間に市場の環境の変化や急激な価格変動が起こる可能性も否定はできませんし、そう、スラッシング、不正行為が検出された場合に資産が没収されるなどのリスクもあります。ご注意ください。ステーキングに参加する前にプロジェクトの信頼性をよく確認し、それから判断することがとても望ましいと思います。ステーキング中に仮想通貨の価格が下落するというリスクもあります。仮想通貨は価格の変動がとても激しい通貨です。もし仮想通貨の価格が大幅に下落した場合、ステーキング報酬だけでは損失をカバーできない可能性もあります。ロック期間のあるステーキングを行う際は注意をしてください。ステーキングのメリットデメリットを詳しく理解した上で、シンプルかつ便利にステーキングができるプラットフォームをご紹介していきます。1. コインW。 コインW のステーキングの APY を見ていきましょう。イーサリアム60日間で 6%、USDT60 日間で APY8%、 ビットコインに関しては21日間で4から 6%、 XRP に関しては21日で5から 8% となっております。これはいろんなステーキングプラットフォームの中でもかなり良い方だと私は感じています。
そしてコインダブルでは KYC の必要がなく匿名性が保たれており、完全に日本語に対応しているとても使いやすいプラットフォームとなっております。まだ知らなかったのという方いらっしゃいましたら、ぜひこの機会にコインダブルをちょっと覗いてみてください。それでは2、バイビット。バイビット、もうすでにね口座をお持ちの方多いのではないでしょうか。現在新規ユーザー限定で USDT 7日間 APY 15% となっています。知らなかった、まだバイビット持ってないなという方いらっしゃいましたら、ぜひ今のうちにバイビットの口座開設を行ってみてください。バイビットは LINE、PayPay に使い慣れている日本人ユーザー向けのプラットフォームの作りとなっているため、とっても使いやすいです。かつ完全に日本語に対応しているため、カスタマーサポートなどでも困ったことがあればすぐに問題解決ができます。それでは他のトークンの APY も確認していきましょう。ビットコイン30日間で 1.5%、 XRP 60日間で 3.5%、 イーサリアム30日間で 1.5% となっております。ビットゲット、あのサッカー界で有名なメッシ選手がアンバサダーを務めている仮想通貨の取引所です。そう、ビットゲットのステーキング見ていきましょう。今だけ新規のユーザーの方限定で USDT 7日間 APY 30% となっております。これは脅威だと思います今限定です。それでは次、イーサリアム14日間 APY 4.5%、ビットコイン7日間で 1.3% となっています。それではメクシー、世界一取扱いの銘柄が多い仮想通貨の取引所です。そして KYC の必要がなく匿名性が保たれており、完全に日本語に対応しているとても使いやすいプラットフォームとなっています。それではステーキングの利率を見ていきましょう。 USDT フレキシブル最大 8.8%、XRP フレキシブル最大 6%、 BTC フレキシブル最大 1.8%、 イーサリアムフレキシブル最大 4.8% となっています。次、ネクソ。ネクソについては仮想通貨のみならず法定通貨であるドル、ユーロ、ポンドのステーキングも提供されています。それでは見ていきましょう。ネクソにはロイヤリティの階級というのがあります。ベーシック、シルバー、ゴールド、プラチナ、この階級ごとにステーキングの利率が異なってきます。一番ベーシックなもので見ていきましょう。 USDT 最大 12%、 USDC 最大 10%、 US ドル最大 11%、 ユーロ最大 11%、 ポンド最大 11%、 そしてビットコイン最大 4%、 イーサリアム最大 5% となっています。この法定通貨のステーキングもできるというのはネクソの魅力かなと思います。ということでね、もう皆さんステーキングマスターだと思います。いかがだったでしょうか。このステーキングの仕組みを詳しく知ることで、より安全に、そして提供されているプラットフォームをちゃんと熟知することで効率的に資産の運用ができるのがステーキングの最大の魅力となっています。皆さん、この動画をご視聴いただいてどのように感じられましたか？コメントお待ちしております。絵文字一つでもね、とってもね嬉しいです。コメントお待ちしております。それでは今回も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。